95%。これ釣り上げて7500だったら7500です。もうそのままのこと言ってる。赤い魚生きるでしょう。怖い。はい、身体のトリセツのお時間でございます。ナオキックスでございます。本日6月の4日ですね。今週はパチンコの身体がすごく豊富な中、今回打つのは P フィーバー三国戦記7500でございます。このコンテンツ知らないわっていう方多いと思うというか、知らない方しかいないと思うんですけれども、三強のオリジナルコンテンツなんだそうです。じゃあなんでこの台選んだのって言われると、もうスペックです。完全にいろんな台のスペック見て、これはっていうスペックだったので、ちょっとそのスペックの魅力をね、今日お届けできたらなと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあ行ってきます。カスタム等々もちろんいろいろあるんですが、ノーマルカスタムで、多分今日ノーマルカスタムで打つかな。あのトツフラカスタムっていうのがあるんですけど、トツフラがいわゆる先バレですね。これが発生すれば約 35% で、あのこのレバーのここ、この三角形ところが光るらしいです。これが光ると、カスタムオンにした場合 35% で初当たりの奥に絡むらしいので、まあ、やっぱりその入賞時の先バレが好きな方はこれ選んでくださいね。僕は今日選ばずにやるんですけど、選ばなくてもトツフラが来る可能性があるんですって。そうした場合、なんと信頼度は 98%、まあ、ほぼ当たる一発告知みたいなもんですね。とりあえずオールオフ先読みおすすめで言っていきましょう。さあということで、三強が世に放ったP フィーバー三国戦記7500、大当たり確率は 319.7/1 のミドルスペックです。で、何がすごいかって、初当たりの 52% でなんと7500個が約束されるっていう、あのラッシュに入るだけじゃないんですよ。7500濃厚、1500個が5回出てきます。で、一旦5回連チャンしたら、まあ、5回リミットついてて、そこで一旦終わるんですが、残保留で大当たりの抽選をしていて、4回転で、右打ち中の大当たり1/15を引ければさらに1500個追加、もうこの時点で9000発です。7500+1500、さらにその9000発持った状態で、ラッシュに入るっていうね。そのラッシュの継続率がなんとびっくり 81% オール1500個、初当たりの 52% 引いて7500取りました。で、その右打ちの残保留で引いたらもう9000発からラッシュ始まるんですけど、所詮あの4回転しかないので1/15を引ける確率はトータルで約 24%、まあ、だから7500取ったうちの4回に1回がその9000発持った状態でラッシュに入るといった感じなので、基本的にはそのラッシュ、爆走ラッシュっていうんですけど、爆走ラッシュに入るのを目的としてはいけないというか、もう入ったらラッキー程度に思ってください。ただやっぱり7500はね、確実にもらえるところは取っていきたいので、ほんとお仕事帰りとか、あの短時間実践1万円2万円勝負、最悪あの3万まで使っていいと思うんで7500個出るからね。ただ、その初当たり 52% 取ったら7500だけど残りの 48% はって聞かれると、300個で終わりです。2ラウンド通常、もちろん時短も何もございません。なのでもう本当にあの319引いて 52% 引かないとどうしようもないスペックになるので、ここばっかり引いちゃうとね、ハマるのもきついけれども、ハマった挙句の2ラウンド通常ももっとメンタルに得られるんで、で結構いろんなね、あのシダ動画とかあの拝見させていただいたんですけど、その7500取れるかどうかの演出がめちゃくちゃ面白くて、そこもね、今日ぜひお見せできたらなと思います。さあ、そして通常時の、待ちどころについてなんですけれども、3大キーポイント演出ございます。1つが伏龍昇天滑りっていう、右図柄に龍が、上り龍がガーッと上っていって、滑り演出が発生すれば、42.8%。 あとリーチ後に出る、桃園の天使でいいのかな、あの天の子供と書いて天使、これあの激アツムービーですね。 86.4%、 エヴァでいうところの綾波背景みたいな感じかな。で、一つが、石壁覇王倒滅の時リーチ、これがあの最強リーチで発展すれば 63.6%。 結構、まあ、やっぱ滑り演出が一番見かけやすいのかな。信頼度もね 40% ちょいだし、で結構全体的にシンプルな作りになってるっぽくて、あの保留変化も、まあ、点滅あるんですけど、点滅もあんまお話にならないレベルなんですが、緑保留
で、約 22.6% 赤保留 60% 金保留 95% だから緑保留でもちょっとチャンスの展開になるんじゃないかなと予想してます。赤保留になればもちろん大チャンスと。でおなじみのレバブルが発生すれば、白で 70% 赤で 98% とかいうそういうおなじみの演出ももちろんあるので、激アツかどうかは割と分かりやすい部類に入るのかな。乱世に福竜と呼ばれる男がいた。多分これ赤文字になることあるのかな。これ成功すれば孔明のリーチ行くんですけど、孔明のリーチは当たれば7500なんですよ。だからそんな簡単には発展しないと思うけどね。行った。嘘これもう行った時点で当たれば7500。これね、赤セリフだったらチャンスアップとかあるんですよ。あ、タイトル面白いな。ちょっと弱いかな。トータル 20% あります。こんなんで行くんだ。でこれあのここでまた赤セリフが来ることがあります。孔明のセリフ、あ、赤セリフ 38% 悪くない。でここ必殺技出せば激アツ。あー、これ矢はね通常攻撃で 16% しかない。これあの金タイトルの必殺技だったら 80% ぐらいあるんですよ。でも赤セリフ1個あるからもしかしたらこれ7500取れるかもよ。これ最後ボタンとかあんのかな。あ、ない、なさそう。もういっちゃえ7500。なんかさっきから間がすごいですね。間の持ち方が、発展するかどうか当たるかどうかの間がすごい。うわー、復活はない。うわー、めちゃくちゃ手に汗握ったあの嫌いじゃないです今のところ何の予告絡まずに発展しましたしね。いや、あの間はちょっとずるいわ。本当に今日の目標は最低でも7500を取ることで、爆走ラッシュまで見せられたらラッキーですけどね。まあ、そのラッシュに入れるよりかは7500安定して取れるよっていう台なんで、そこだけは見せたいんだよな。おお、なんか変なタイミングで変化しますね。入った瞬間に点滅っていうよりかは保留が入って一息置いて点滅になるみたいな。ここも間が独特。あ、出たこれしかないのリーチでも今回点滅保留ですからね。なんとなくちょっと発展しちゃうんじゃないかなって気にはしてるけど、これ必ず3段階目まで行くのかな。7来い、7。お、また7来た。じゃあガセルでしょう。この迷う、うわ結構な頻度で7煽るかもしれないですね。逆に7以外だったの方がテンパイするかも。でもシンプルですよ全体的に。あのエヴァのシンプルモードを売ってるぐらいのシンプルさ。まあ保留変化とかは来ますけど、そんな頻繁になんか起こるわけでもないし、だから多分赤系の予告とか1個来ただけでもちょっとおって思っていいと思う。なんだ、ああ、バックフラッシュか。これあの白だったんで 10% です。赤だったら 40% だったんですけど、これはなんだ、弾き返せば発展的な。あ、いった。あ、出陣来ましたね。これが一応メインのスーパーリーチなんですけど、これロゴが真ん中までドシーンと落ちてくれば大チャンスでした。でおそらくこれで武将系の SP リーチかな。でここ出陣じゃなくて爆走だったらチャンスアップでした。これは超飛かな。でこれ赤タイトルだったら大チャンスなんですけど、この武将系の SP リーチはもう前後半の2部構成で、後半行けばおおむね 3,4 割あるとのことです。で今ねこの専用のチャンスアップで敵の数が少ないとチャンスアップだったんですけど、これ全部デフォルトですね。ここ後半行けば期待できるけど、ちょっと弱そうですね。あ、行った。あれあれあれ、後半行った。
で最終的にこの豚くん豚くん、これあれ待って、豚いたら激アツなんですよ確か。で豚の群れってどっちだったかな、激アツ、あ関戸場、あの豚の群を大当たり濃厚、いや違うな、ちょっと待って記憶が曖昧、でも大当たりに近いことは確かだと思う。え、こんなんで当たっちゃうのもしかして。うわ当たったすごい、豚の群しかなかったのに、142回転目で当たりました。すごいですねやっぱりこの台。さあとりあえずこれでファーストミッションクリア。奇数は上がりやすいとかないかな。でこの後ですよ、究極ジャッジ7500で、今これドラの音が鳴ったんですけど、ここで馬の稲垣だったら7500濃厚でした。でこれ3択なんですけど、2人しかいなかったら激アツです。この後今まだ3人いるけど、この後あ3人だ。でこれねセリフによってまた信頼度が微妙に変わるんですけど、今回普通だと思います。でここ赤セリフだったら激アツで、これ海に魚の影があれば若干チャンスアップ、赤い魚だったら 95%、 魚いない、あ赤い魚 95%、 これ釣り上げて7500だったら7500です。もうそのままのこと言ってる、赤い魚いけるでしょう。怖いやった一発つも142回転、やりました。これです、これやっぱ赤い魚期待していいんだ。うわー嬉しい、あすごい1500が5個もあるゴッドみたい、やりましたね。これで 52% 取りました、嬉しい、投資が8000円なんでもうプラスです、この時点でやりましたよ。でこれあの5回大当たり消化するまでもずっと右打ちでお願いしますね。どうしてもトイレ行きたい場合はあの電柱保留、へそ保留すべて消化したのを見届けてから、トイレ行って大丈夫なので、まあでも間違いを防ぐためになるべくはずっと右打ちしてた方がいいと思います。でここはあの15分の1を引いたら、またすぐ大当たりが開始されます。だからここは何回転はまっても大丈夫、大事なのは5回消化した後の残保留ですからね。はい、これで2回目の大当たり3000発目です。でここもずっと右打ちで、1種2種混合機なのであの V 逃しちゃうとそこで大当たり終わっちゃうのかな、まあ、何かしら損しかないので絶対ここは右打ちで。うわー4回転目これがな、最後の当たり出てきてれば 81% ループだったのに。早いな7回転あんまりここでポン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 引かれても残保留で戻せる気がしなくなっちゃう。さあ4つ目やっぱ早いですね消化スピードは。あの7500を引いた瞬間から5分で5000発だからやっぱ消化スピード早いんで、仕事帰りとか時間ない時全然打てますね。さあこれで4つ目の大当たりを消化し終えて残り1個です。でここが大事です、最後の当たりの時に貯めた残保留、ここで15分の1を引けてれば、あ5回転目で引きましたね。さあこれで最後の渡りが今スタンバイしている状態なんで、もう電柱保留4つ溜まってるんで止めてもいいですけど、まあ一応ちょっと従って打ってみましょうか。はい、もうとっくにあの準備完了はしてるんですけれども、液晶上でようやくこれで準備完了です。さあこの今溜めた4つの保留で15分の1引けてればまた 81% のラッシュですから。ただね今これ4回5回とも結構浅い回転数で引き戻してるんですよ。だからこの流れのまんま15分の1を引いてることを願う。でこのあと爆走チャレンジ、残り電柱保留4つを行うんですけど、2つモード選べて、まあ初手はとりあえず
連打勝負と4本勝負があるんですが、連打勝負からいってみたいと思います。でこれ一つの演出で4回転一気に見せてくれるんで、それが成功すればもう今日の取れ高十分で、連打勝負はあのボタン連打長押しでいわゆるゲージがマックスいけばっていうゲーム性なんですけど、武将が誰が出てくるのかっていうところと馬のオーラに注目です。多分ね見た目上で分かりやすいはず。今のこの劉備の主人公出てくれば大チャンスです。あれこれ劉備まだこの後だよね多分。ああそうかそうかこの後だ。まあ4本勝負も面白そうなんだけど、まあとりあえず連打勝負でボタン連打で爆走させろ頼むよ劉備出てこい。劉備赤い人超飛関羽劉備、劉備が一番熱い。あーでも関羽だ 27% 悪くない。でこの後馬のオーラ青緑赤、赤なら 88% あ緑 35% あれいけるかもよこれもしかしたらいけるかも。さあ行きます。これでも爆走いけば残保流戻し濃厚。いやー3回に1回ぐらいあると思うよこの信頼度バランス。2つとも緑全然いかないけど、全然いかない。うわなんか惜しいところすらいかなかったんだけどあと1個とかもなかった。ただまだここ復活あります。どのタイミングだ、どこで復活があるんだ。あ止まっちゃった。はいあーダメだ。はいということでこれで、7500のみで終わってしまいましたが、それでも7500なんで、実出玉で言うと7000発かな。まあでも十分は十分ですよね。まあちょっとだいぶ浅い展開で引けたのでもうちょっと打ってみようと思いますけれども、いや今のところ好きですよ。しかも何これリーチがかかれば大当たり右打ち終了後はこういうモードに入るんですね。初めて変わった緑保留 22% まだ行く。赤保留ちょメリハリが過ぎるって。ロング行くのこれ、あの昼夕方夜ってあって夜だったら暑かったんですけど、これ出陣か。どうなの。 60% あるけど赤保留真ん中まで落ちてこい。488回転目久々のチャンス。あれなんかこれダメそうな気がするな。赤タイトル絶対欲しい。はあ変わらない。でこれ関羽のリーチの場合はあの矢が飛んでくるときに関羽が目を閉じてればチャンスアップ。このあとですね、ここで目閉じればチャンスアップなんだけど、あ目開けてる。あれ赤保留しかないぞ。で後半のチャンスアップは満月があるかどうか、多分ここかな。赤い満月があれば激アツだったんですけど、いやー外しそう。関戸場のフラッシュもないですね。あ来た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 。これ最後まで関戸場が来れば関戸場ジャッジで 95% あるんですよ。だからガセりましたね。まあ、でもないよりはあの煽りがあった方がいいと思うんだ。ちょっと赤保留だけでなんとか頑張ってくれませんか。甘いって言われたわ。赤保留ぐらいじゃなんともならないらしい。いや久々だったのに復活はない。いやすごいですねこの台だって赤保留に変わるまでメイン予告なんもなかったですからね。どうせまた保留変化の煽りだけでしょうと思ったら緑に変わってその後赤に上がって特に他が絡むことなく真っ当な感じで外れていきました。おおおおレバブル来た。赤保留外しの直後
レバブルこれ赤になれば 98% ぐらいある。白でも 70%。 お詫びだ。まだ持ち玉ギリ62個残ってる。どれだ次か。ちょっともう赤くなんない、白でもまだショートだから次か。4つ目だ。わびてわびて。497回転目。はい、赤、あー白 70% あるよ。でもあ、来た、バクフラ。これ赤みたいですね。赤く光れば 40%。 あー、やぶみ赤く、おー赤、よしよしよしよ、いいよいいよいいよ。からの滑りを、あ、来た、あ、東南の風だ。これがまあ特殊疑似例みたいなもんですね。ガセあんのかな、今日初めてだけど、真ん中7止まれば東南の風疑似連です。多分赤セリフデフォかな。金だったら灼熱。あ、東南の、うおー金セリフ来た。大丈夫でしょうこれは。で真ん中何が止まるか注目。あ、出陣か。ここでね、赤壁図からだったらよかったんですけど。さあ、ここのロゴはどこまで落ちるか。あー、今日真ん中まで落ちないですね。東南の風の金セリフは 95%。 あれ出陣、いやでも大丈夫だと思うよ。レバブルも絡んでるし、ここ赤タイトルくれば、よしよしよし、これでもう7割前後赤タイトルなだけでありますから。いや間に合ったね。ここまでほぼ400回転ぐらい無の時間がずっと続いてて、あ、目閉じてる、チャンスアップ。どうなることかと思ったんですが、メリハリがすごい。さあ満月あるかな。あー、ない。まあ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 、赤飛ばフラッシュ、あー赤セリフも来た。途中で変わるんですね。もうリーチもだいぶシンプルだから、赤系チャンスアップ絡むだけでだいぶ信頼度上がる。これは大丈夫でしょう。問題はですよ、 52% 取れてるかどうか。よいしょ。もしかしたらね、復活で7500濃厚とかあると思うんで、一旦外れてもよかったと思うんですけど、ここまでモリモリだったら。とりあえずようやく2回目の初当たりゲットしました。 52% 取っててくれ。マジでここが一番ドキドキするポイントだから。この台で馬の稲鳴きなしドラでしたね。さあ究極ジャッジ7500、2人パターンだったら激アツですよ。あー頼む、 2V1 よほぼ。あー3人か。ギリは通す、あ、若干チャンスアップです 50%。 あとは魚よ魚。さっき赤い魚いて 95% だったんで、赤い魚、魚、あ、魚ある、若干チャンス、ほんと若干だけど、頼むチャンスアップは2個来てる。ふっ、ぐぐ、あー、でもここで鎖が切れて昇格ってあるんだけど、マジかこうなるともう超薄い割合で昇格あるんですけど、多分ね、マジ 4-5% とかの世界だと思う。これボタン完成すれば、あーマジかー、もうここまで来たらないのかな最後。ないか。あー見ちゃった、ランプ2ラウンドランプがついてた。あー497回転目300個でございます。こうなるとねきついけど、ちょうど 2V1 ですよ。あー今持ち玉400個ほどギリつながったんですけどね、まあ、今日は寝台実践番組なんで、もう1回ぐらいちょっと7500見せたいっていう気持ちもあるんで追いますけど、やっぱ基本的にはもう7500取ったらそこでやめていいと思う初めて赤セリフ出たのに。聞けなかったな。実践終了でした、お疲れ様です。でしたってなんで過去形なんだろう。実践終了しまして、
投資の方がなぜか4万6000円にまで膨らみまして、出玉はもちろんゼロ、マイナス1万1500円でございます。おかしいですね。朝11時の時点ではあんなウキウキだったのに7500引いて、気前よくスタッフさんたちによければジュースどうぞって言ったんですけど、返してください。あれ、こんなことになるとは思ってなかった。怖いのが、あの朝一7000発持った状態から実戦終了まで、あの実質6万6000円分使ってるんですよ。7000発プラス追加投資2万8000か、合わせると6万6000円分ストレートでコーンいってるんで、やっぱ見極めは肝心ですね。だから今日の立ち回りもクソもないですけど、まあ、朝一でもいいからとりあえず7500取ったら一旦やめることを考えましょう。そこからずる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 やられて、なんかもう取り返しのつかないところまで僕行ってしまったので、本当にあの仕事帰りだったりちょっと隙間の空いた時間とかで1万円なり、まあ、ちょ玉2500個を使えるところまでとか、あと3000発他の台で出たからちょっとこれ使ってみようかなとか、それぐらいの気持ちで打った方が精神衛生上よくいいと思います。なんかがっつり腰を据えて打つ台ではないのかな。今日ずっとノーマルモードで打ったんですけど、ちょっと先読みのガセが多かったりなんてことのないノーマルリーチが多すぎたので、だったらもうトツフラのカスタム入れてもうよりメリハリつける。で、当たる時は結構やっぱりもう 90% 前後の予告が絡んでたんで、まあ、初当たり2回しか引いてないから何とも言えないですけれども、ちょっと演出バランスいいか悪いかって言われたらちょっと、良くはないのかなっていう感じですね。まあ、ただドキドキできるポイントがやっぱりスペックならではのところもありますし、最後のあの図柄揃った後のあの宝箱引っ張るやつ、もうあれやりたいがために打ってたんで、なんならこれライトミドルでも良かったんじゃないかなっていう。やっぱ319引いてっていうのはちょっとハードルが高いんで、199分の1でなんか成功率 30% ぐらいとかにしておけば、もうちょいなんかこうあの宝箱を引っ張るワクワク感があって良かったんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうね。ちょっとした隙間時間でぜひ、空いてたら打ってみるといいのかなと思います。もう僕は散々な目にあったんでね、はい、残念ながらの結果でしたが、今回はこの辺で終了したいと思います。この動画の前後になるか分かんないですけれども、あのマドカマギカの動画もね、あると思いますので、そちらの方もぜひ、チェックしていただいて、この動画の高評価だったりチャンネル登録だったりいろいろしてもらえると励みになります。それではまた次回のトリセツでお会いしましょう。さようなら。